デイスマ・サイリングレは、ガンビア出身で、ノルウェー国籍の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで9秒99、200メートルで19秒89、室内60メートルで6秒55の自己ベストを持つ、3種目のノルディック記録及びノルウェー、記録保持者。200メートルでは2011年テグ世界選手権と2013年、 モスクワ世界選手権で、ファイナリスト、2007年ワールドアスレチックファイナルで、優勝の実績を誇る。ジャイスマ・サイディンドレ、ジャイスマ・サイデヌドゥレとも呼ばれる。ノルウェーに移住。7月のアフリカ選手権に出場すると、男子100メートル決勝で10秒43をマークし、オルソジファスバ、イドリス・ササヌーに次いで銅メダルを獲得した。8月のアテネオリンピックでは、 ガンビア選手団の騎手を務めた。男子100メートルと200メートルに出場すると、100メートルは一次予選を10秒26のガンビア新記録で突破し、二次予選まで進出した。200メートルでも二次予選まで進出したが、20秒73の組6着に終わり、準決勝には進めなかった。8月のヘルシンキ世界選手権、男子200メートルに出場し、世界大会で、 初のセミファイナリストとなった。準決勝では組4着までに入れば、決勝に進出できたが、結果は20秒75の組5着に終わり、0秒07差で決勝進出を逃した。9月に年間王者決定戦と呼ばれた、ワールドアスレチックファイナル男子200メートルに出場し、20秒47のガンビア新記録を樹立するも6位に終わった。12月に、 ノルウェーの市民権を取得。8月7日の DN ガラン男子100メートルで10秒07のノルディック新記録及びノルウェー新記録を樹立し、1996年にゲール貿易がマークした10秒08を塗り替えた。9月のワールドアスレチックファイナル2に大会連続となる出場を果たすと、男子100メートルでは10秒06のノルディック新記録及び ノルウェー新記録を樹立し、アサファ・パウエルに次いで銀メダルを獲得した。200メートルでもそれまでの自己ベストを大幅に、更新する19秒89のノルディック新記録、及びノルウェー新記録を樹立。ゲール・モーエンが1996年にマークした20秒17を塗り替え、ウォーレス・スピアモンやロドニー・マーティンを破り、初のメジャータイトルを獲得した。 6月30日のダイヤモンドリーグアスレティッシマ男子100メートルで9秒99のノルディック新記録及びノルウェー新記録を樹立。自身の持つ記録を塗り替え、ノルウェーの選手として初めて10秒の壁を突破した。8から9月のテグ世界選手権には男子100メートルと200メートルに出場すると100メートルは2大会連続で準決勝敗退に終わったが200メートルは 準決勝を20秒50で突破して、初のファイナリストとなった。決勝では、自己ベストに迫る19秒95をマークしたが、ウサイン・ボルト、ウォルター・リックス、クリストフルメートルに次ぐ4位でメダルを逃した。8月のモスクワ世界選手権、男子200メートルの準決勝で20秒33をマークし、タイムで拾われて2大会連続のファイナリストとなったが、 初のメダルがかかった決勝は20秒37の8位に終わった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。備考欄の記録は、当時のモノダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場した、ポイント対象レースの数を意味する。ありがとうございます。